皆様こんにちは、坂上ひろみです。今日はまた本の紹介をしていきたいと思います。まあね、前回も本の紹介してたんだけれども、またちょっといろいろ増えたでね。今回はまあアロマだけじゃなくって、まあ、私が基本的に最近読んだ本で結構おすすめな本、まあ、アロマにも関わっている本でもあるんだけど、ちょっとねおすすめあるので紹介していきたいと思います。ゆるーく紹介していきたいと思います。まずね、一冊目、これ、そう、アロマテラピー図鑑。これはもうね、何を隠そう、佐々木先生の本になります。有名ですね、この先生も。最新4定版が、令和元年の9月10日に、販売されています。はい。結構ね、最新のもので、精油だけでも141種類紹介されています。だから、まあ、珍しい精油が知れるので、私は買いました。でね、この中で紹介されているので、うわこの香り確かめたいと思っても、なかなかね手に入らない精油とかもある。有名なメーカーさんから出ていないものが結構入っているから、まあ、海外行った時とかはねそれを買って調べたりとかできるんだけれども、ちょっとね手に入らないものもあります。でも知識として知っておくのはすごくいいし、おすすめ。もう飽きない、これずっと見ててもキャリアオイルとかバターとかも33種載っています。こういうのって、バーグフミコさんも同じようなの出してるんだけれども、絵がちょっと柔らかくて気に入ったっていうのと、使い方で何が使えるのかなっていうのが一瞬で分かる。心への作用、体への作用、あとは肌への作用がちょっとまとめられてる一文で、だからすごくね読みやすいんですよね。そうそう、でね説明文もやっぱね結構簡単にしてくれてるので分かりやすいです。そうなので、これちょっとおすすめです。これアロマの本じゃないんだけど、植物と暮らす12ヶ月の楽しみ方、ガーデンストーリーっていうねウェブメディアが出してるものなんだけど、これめっちゃ良かった。本当にアロマ好きの人は植物好きの人多いと思うんだけれども、で私別にガーデニングめっちゃハマってるわけじゃないんだけど、やっぱねこんな時期だから癒しが欲しくってちょこちょこやってるんですよ。でもさ、ガーデニングってすごいなんかこう育て方基本的にわからないし、どうやったらいいのってずっと思っててなんか季節ごとに何植えたらいいのかもよくわかんないしってずっと思ってたんだけど、季節ごとにこういうのがいいですよっていう風に出してる本はいっぱいあるんだけど、12ヶ月それぞれの月ごとにこの花が旬ですよとか、あとはその花の活用方法とかが載ってて、まあとにかくねおしゃれなの、本当にいい。1年間を通してその月になったらその月分のを読もうって思ってたんだけど、なんかあまりにもねなんか見てるだけで癒されるから、どん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 次行っちゃってすごい進んだ。でもう見てるだけで本当に癒されるの。なんかちょっとね、例えば5分10分に時間ができたなとか、ちょっと仕事根詰めすぎてもう頭狂いそうだっていう時、私結構あるんだけどやりすぎてね頭狂いそうだわとか、爆発しそうになる時とかあんの、頭からさ火吹きそうになったりするんだけど、パラッとこうちょっとね外に出て、玄関の外出てパラパラめくるだけで全然違う。おすすめです。そう、短時間で癒されるからこれおすすめです。はい、じゃじゃん。これね本当は教えたくないけど、めっちゃいい本だから教えちゃうっていうレベルの本、香りと食材の組み立て方っていう本ですね。見つけた時ね、値段がね2400円なの、税抜きで。本の割には高いでしょ。まあでもその分分厚いんだけど、そうちょっとね買うか迷ったのさすがに。なぜならば料理系のハーブって、私あんまり料理得意なわけじゃないし、がっつりこう料理にハーブを使いたいっていうわけでもないし、こうガーデニングをねめっちゃ頑張ってるわけでもないから、使うのかな、使えるのかなっていうのがちょっと心配で、値段も値段だからちょっとね1週間悩んだの。でも結局ずっと気になってて、で結局買いました。はい、これはねもうがっつり情報が入っています。で料理のレシピももちろんあるんだけれども、なんかね単純にこうハーブを料理に使う方法じゃなくって、
香りっていうものをアロマテラピーの業界とかアロマの視点から見るんじゃなくって、お料理っていうので料理側の視点から見た香りを説明しています。なので例えば油で炒めることによって香りはどう変化するのかとか、あとはね、茹でたりとか炒めたりとかすることで香りどうやって変化するの、美味しそうになるのはなんでとか、どういう風に成分が変わっていくのかとか、精油はアルコールに溶けやすいっていうのはアロマの常識なんだけれども、今度料理になってくるとね、オリーブオイルに例えばニンニクをつけてるだけでニンニクの香りがするオリーブオイルになるでしょ。あれも、匂いの分子っていうのは油に馴染みやすい、溶けやすいからそれができるんだけれども、そうやってアロマの視点だけじゃなくって料理の視点も、本当に身近なこの口にするものっていう視点から香りを攻めることができる、だからね、これを読んでおくと、例えばプロの人とかだと初心者さんとかに説明がしやすいんですよね。より身近な説明ができる。アロマテラピーの活動をしている方が基本的に香りについて書いているので、こうどんなことが気になるのかとか、このエビデンスをもとにきちっと香りについて分かりやすく言葉で説明しています。でも分かりやすくって言っても結構専門的なものが多いから深い知識を得ることができます。おすすめ。かわいいでしょう。もうこの見た目だけで私本当に最高って思って惚れた。すごく勉強になるからおすすめです。はい、気になる方買ってみてください。これもね、まだちょっと読み途中なんだけど、これめっちゃいいです。かぐわしき植物たちの秘密。これも本屋さんでアロマテラピーの本棚にあったわけじゃないの。これは本当に本屋さん、私大好きだから、いろんな場所をねフラフラするの、ガーデニングの場所だったりだとか、あとは植物の場所だったり、あとは環境問題についての場所だったりっていうのを結構見て回るんだけど、そういう時にね意外と香りについての本って売っていて、そうだから意外とねアロマ気になる人ってアロマじゃない部分も見た方がいいかもしれない。新しい本との出会いがある。そう、これは例えば若返りとダイエットについてとか、あとは官能の香りってどういうものなのとかっていうのを結構最新のエビデンスをもとに書かれてます。なので、2019年どこどこ大学でこういう研究がされてこういう結果が出ましたとか、割と最近2019年2020年の、エビデンスの結果が載っています。最新の情報です。はい、情報ね、結構論文とかねこう調べていくのって結構大変な作業だから、これで、なんとなくね、アップデートすることができます。はい、でもちろんね、精油に使うようなアロマだけじゃなくって他の植物とかも知ることができます。おすすめ。割とエビデンス書かれてる割には柔らかい文章で分かりやすく書かれています。これもねおすすめです。これはねまだね、読み始めてないやつです。そう、一応買ったの。これインスタグラムで一回見たことあって、ビジネス書なんですよ。でこのビジネスマン向けに書かれている香りの話であって、でこれ調香師の方が書いているんだけれども、男女のその嗅覚の違いだったりとか、そういうのが書かれています。面白そうだなと思って一応買いました。これから読みます。次はもうねアロマの本はない。次ねこれまだねやってないんだけど、ちょっとね大人のシールブックです。もう癒されたくて買いました。もう最近さ本当に看病続きで超大変で、もうげっそりしちゃって、そう大変だったんです、いろいろと。なので癒されたくって大人のシールブックを買いました。なぜならばちょっと子供のねシールブックって、私もちっちゃい息子がいるのでシールブックいっぱい買うんだけど、めっちゃ楽しそうと思っていいなってずっと見てて、そしたら大人のがあったの。でね、これね30枚の絵の中に、3000枚のシールがついてるから、自分でね好きなようにペタペタ貼ることができて、マジでそのシールがさ植物系のが多くってね、可愛くってね、おしゃれで自分でこうアートを作ることができる。まあ今さ大人の塗り絵とかも結構流行っているから、そうね、塗り絵は私すごいちっちゃい頃から超苦手だったから、シールだったらねやりやすいかなと思って、ちょっと心を穏やかにするために買いました。はい、これもねなんか癒されるようなねアロマを焚きながらやりたいと思います。そんな時間あるかな。結構ね買ってから数日経ったけど、やりたいってずっと思っときながらまだ手つけてません。はい、次ポームス
もうおじさんの雑誌ですね、ここら辺は。これも買ったよ、プレジデント。これちょっと前に買ったやつですね。もうね、買ったのに、ね、読めてないの。次、これめっちゃおすすめだった。これアンドプレミアムが出しているブックスね、本。今までこのアンドプレミアムの雑誌が出してきた本に関するやつの妄想編集って感じが載ってるんだけど、すごい良かった本。私大好きだから、誰かからおすすめされたいなっていうのがあって、本って結構出会いが大切だから。そう、でもさ、今人に会ったりとかもできないし、周りのさ友達とかも結構忙しくって、本なんか読んでられるかっていう子も結構多いから、本好きな子でもね、そう、仕事が忙しい、子育てが忙しいっていう時期だから、そう、なかなかさ本についての会話があんまりできないでいるから、私はねこれすごい良かったです。これに書いてあるのね、数冊ね買いました。はい、めっちゃいい。もうまた読み返したいなって思う。そう、うん、なんかやっぱ人生で影響を受ける本っていうのは、その人のね人生を割とこう左右するし、その人の心を表しているなってすごい思うから、そう、これはおすすめです。ちょっと今ここにいないんだけれども、向こうの本棚入れちゃってるんだけど、センスオブワンダーっていうのがあって、それはもう環境問題を先駆けて、提言していった人の、遺作の本なんだけれども、子供の子育てにおいてこう自然と触れ合わせることがいかに大切なのか、ワクワクしていろんなものに触れて自然と共に生きるっていうことを教える大切さを書いた、結構薄い本なんだけど、センスオブワンダーっていう本があります。それはもうめっちゃ良かった。この今紹介した本の中で一番おすすめ、もう何回でも読み返したいっていうぐらい、そう、なんか子育ての本質を教わった気がします。そう、やっぱさ、雨の日とか濡れちゃわないようにとか、泥水つかないようにとか、汚れそうになったらさ、ダメそんなとこ触っちゃうとかってやっちゃいがちでしょ。私も本当に、あ、やめて、あ、やめてと思って、ダメダメとかって言っちゃうんだけど、やっぱさ、子供にとっては触るものが初めてなものがあって、汚い汚くないっていう概念がそもそもないよね。そう、だからこれはどんな感触なのかどうかっていうのが知りたくて触ってるわけだし、それをやっぱね大人って忘れちゃいけないなというふうにすごい思いました。そうで、多少1日ぐらいね寝る時間が遅くなっても、例えば一緒に月を見たりとか、一緒にこうちょっと外に出て夜のさ、その鈴虫の音聞いてみたりだとか、そういう体験もやっぱり育児には必要だなって思いました。毎日毎日さ、時間を気にして、ああもう早くお風呂入れなきゃ、早く食べさせなきゃとか、早くおむつ替えして、早く寝かせなきゃって、もう一日マジせっかちだからさ、すっごい頑張って切り詰めて切り詰めて、うまくいかないとああってなってたんだけど、もうちょっと落ち着こうって思いました。すごく救われた、そういう意味でも、うん、自然としてもすごく大切なことだし、大人にも必要なメッセージだったなっていうふうに思います。はい、あとは、同じくその本屋さんで見つけた本で、ローズの本があります。すごいなんかね、ちっちゃいサイズで、でも分厚くってゴールドなんですよ、その本のね側面が。そう、すっごい可愛いの。それも本屋さんで見つけて、そう、本屋さんに行ったらぜひアロマ以外の場所も見てほしい。新しい出会いがあるから、意外とね。そんな感じで今回はさらっと本を紹介しました。はい、まあ、ここに紹介してない本でね、あとはスタバのねブランディングの本とか、あと会計の本とかも一応読んではいます。はい、まあ、基本生態はおじさんです。はい、そんなわけでまたお会いしましょう。バイバーイ。